アメン、ハレリア、ハレリア、アメン。こんばんは、こんばんは、ハレリア、よくいらっしゃいました。天国に、皆さん天国にようこそいらっしゃいました。なんか今日は天国っぽい、天国っぽい、写真でしょ。これ一応ね、著作権フリーの写真なので、大丈夫ですよ。はい。アメン。ごまさん、こんばんは。よくいらっしゃいました。アメン。クリスチャンは天国を待ち望みます。私たちの希望は天国です。私たちの希望は天国です。60歳です。これどこの画像でしょうね。どこの写真でしょうね。なんか綺麗ですよね。ある方が送ってくださいました。皆さんもですね、もしですね、綺麗な写真があったら、著作権フリーの写真ね、著作権フリーの写真を送ってください。スカイプでもメールでもいいですか、送ってください。で、それ著作権フリーならばですね、実際使うことがあるかもしれません。ぜひ、よろしくお願いしますね。自分で撮った写真でもいいですよ。自分で撮った写真でもいいですが、まあ、とにかく著作権の問題がなければ OK ということですね。はい、自分のオリジナルがあればもう OK ですよね。はい。キューちゃん、この前ツタヤで見た？ツタヤなんて最近行ってないですよ、全然ね。はい、こんばんは、こんばんは、ハレルヤ、アメン。皆さん、天国は本当にあるんです。天国は本当にあります。地獄もありますよ、地獄もあります。皆さんぜひ地獄行かないでくださいね。もう地獄行ったら最悪ですよ、最悪ね。地獄行かないでください。そして皆さんと一緒に天国行きましょうね。あれですよ、皆さん。天国はそんな遠くじゃありませんよ。天国は近いですね。天国近い。もっと面白い放送企画してよ。もっと面白い放送企画してほしい。皆さん、天国は近いです。天国は近いです。天国は近いです。ね。もう天国しか本当の希望がないですからね。もう本当に天国に行きたい。天国に行きたい。天国に行けると信じることが信仰ですね。イエス様によって罪が許されて、天国に行けると信じること。これがとても大事なポイントです。今日の、タイトルは、クリスチャンって何というね。私たちはイエス・キリストを信じるクリスチャンですが、まだクリスチャンじゃない方もいます。ですからクリスチャンとは何かということね、クリスチャンになるためにはどうすればクリスチャンになれるかということが今日のテーマです。明日は、何の日ですか。皆さん、明日は何の日ですか。何の日、明日は何の日。木曜日ですね。何の日、何の日ですか。そう、ロッシュハシャナですね。ロッシュハシャナ、ピンポン。ロッシュハシャナというのはイスラエルのお正月です。明日皆さん、明けましておめでとうと言いましょうね。で、今日は大晦日ですね。大晦日、イスラエルの大晦日は今日ですね。今日が、ね、5771年の最後の日ですね。5771年の最後の日、明日から新しい年です、ね。私たちは西暦を使っていますが、まあ、このイスラエル暦、ユダヤ暦というんでしょうかね、ユダヤ暦も参考にします。クリスチャンはユダヤ暦も参考にしますので、皆さん明日はお正月の気分で、ね、新しい年が来るんだ、5771年が今日で終わって、明日から、新しい年が来るんだ、新しい年が来るんだ、ね、全てが新しくなるんだ、まあ、そういう気持ちですね。
お正月というのは繰り返し言いますが、天国に行くということも表しています。天国行ったら新しい世界、新しい時代、すべてが新しくなる、すべてが良くなるね、すべてが新しくなる。日本人のお正月の感覚は、そういう感覚ですよね。もう、靴から下着から全部新しいものを新調、洋服を新調して新年を迎える。まあ、今そういう習慣はないかもしれませんが、私が小さい時そうでしたよ。私が小さい時ですね、下駄でしたけどね、新しい下駄、それから新しい下着で新しい洋服ね、そういう全てが新しかったんですね。下駄、本当なんですよ。私が小さい時は、着物を着て下駄を履いておりました。本当なんです、それがね。まあ本当にいつの時代なんでしょうかね。写真ありますよ、写真ね。ちょっとお見せしましょうかね。どこ行っちゃったかな。まあちょっとやめときましょう、時間かかりますので。まあとにかくそういう、下駄を履いている時代でありました。見せてほしい。じゃあちょっとね、時間かかりますよ。下駄の写真はちょっと探しますからね。下駄の写真、ちょっと待ってください。下駄どこにあったかな。まあ、以前ね、皆さんにお見せしたことがあるんですよね、下駄の写真ね。そうですね、どこに あるかな。ちょっと待ってくださいね。もうすぐに、どこにあるかすぐ忘れちゃう。これかな。 ありそうですね。下駄の写真、どれかな。下駄の写真、これかな。はいはい、皆さん、ちょっと見えないね。ここはね、はい、これが私の幼稚園の時の写真なんですが、皆さん下駄履いてるの見えますか。下駄履いてるでしょ、皆さん。下駄見えますかね。この足、これ幼稚園のユニフォームなんですけど、下駄履いてるでしょ、ね、下駄履いて幼稚園に行った。下駄履いて幼稚園に行っておりましたので、サンダルじゃないと思いますよ、これ下駄だと思うんですがね。サンダルなんてそんなものなかったと思うんですね。下駄履いて幼稚園に行っておりました。そういう時代ですね。着物のはちょっと今なかったんですが、まあ、着物の写真があればね。はい、これどうやって消すんでしょう。ちょっと消し方がわからない。ちょっと待ってくださいね。これ消し方がわからなかったですね。これで消せばいいのかな。あ、これですね。これで元に戻りましたね。はい、戻りました。なんで PC の皆さんでした。以前ね、私の昔の写真をね、発表したことがあるんですよね。ヒッピーの写真、ちょっと恥ずかしいけどね、ヒッピーの写真はね、ちょっと待ってください。ヒッピーの写真は、ヒッピーだった時の写真、ありましたね。ヒッピー時代の写真ありましたよ。これが私がヒッピーの時の、ヒッピーちょっと見えないね。まあ、19歳ですね。19歳の長髪で、ヒッピーの時代の写真ですね。自己嫌悪の時もこの時でしたね。やっぱ悪霊がついてたんですよね。悪霊がついて、ちょっとこう自己嫌悪の時のね、これがあれですね。はい、はい、そういうわけで、それじゃあですね、
何の話から言ったのかな。あ、要するに、ロシア発射なんですね。まあ、ロシア発射なのは天、あの、お正月だということですね。で、明日はお正月だということで、その、明日お正月を皆さんでお祝いしましょうということですね。で、天国行くというのは、その、すべてが新しくなるんだよということですね。この今の私たちの、その、時代は古い時代、ね、古くて、もう古びた世界、古びた人生、古びた世の中なんですが、天国行くというのはすべてが新しくなるんだよというね。天国で苦痛を味わうのと、地獄で快楽を味わうのどっちがいい？それが違うんですよ。天国には快楽しかない。快楽っていう言葉はあれですけど、喜びしかない。地獄には苦痛しかないというのが現実ですね。逆はないんですね。23歳でも天国行きますか？何歳でも天国行きますね。何歳でも天国行きますね。じゃあ皆さんちょっと質問しましょうね。クリスチャンとは何ですか？皆さんの言葉で答えてください。クリスチャンとは何ですか？クリスチャンとは何ですか？犬が天国行けるかどうかちょっと分かりません。天国犯でも悔い改めればいけます。悔い改めれば天国でも行けます。クリスチャンとは何ですか？正解しか読みません。正解だけ。クリスチャンとは謙遜愛。神の子、神の子尊いもの。イエス・キリスト教、キリスト教を信奉じゃなくてイエス・キリストを信奉するものということですね。油注ぎがないとただの人。神の子、愛を信じる者、イエス様を信じる者ね。イエス様の死を広める者。イエス様を信じれば救われますか？救われます。天国に行ける人。そうですね、天国に行ける人。これいいやですね。キリストを主としてその教えを遵守する者、アメン。イエス崇拝者、アメン。旧放送に毎日来てる人。いやー、犬沢さん、嵐の人も来てますよ。イエス様を信じれば告白成功しますか？いやいや、それはちょっと不純だな。悪く目打たない人。いやー、クリスチャンじゃなくても悪くも打たない人いますよ。聖霊が与えられているもの、アメン。聖霊が与えられているもの、イエス様の弟子。そうですね、アメン。私は未来のクリスチャン。未来って言わないで、今信じてくださいね。未来なんて言わないでください。いつ死ぬか分かりませんからね。嵐の人は地獄行くの？多分嵐の人は地獄行くと思いますね。だって牧師を荒らすなんてとんでもない罪ですからね。クリスチャンを荒らす、牧師を荒らすってのは大きな、もう他の放送を荒らすよりもですね、牧師の放送を荒らすっていうのは罪がですね、何百倍も大きいですからですね。もう地獄行きは決定ですよ。地獄行き決定。だから今のうちに悔い改めてくださいね。地獄ね、普通の嵐の何倍も罪が重いですよね。はい。はい、脅しじゃなくて警告ね、警告。皆さんが地獄に行ってほしくないからね、その罪の大きさを警告してるということで、脅しではありません、警告ですね。皆さんが地獄行ってほしくないね、地獄行ってほしくない、警告をしているわけですね。もう地獄行ってほしくない。今のキリちゃん怖かった。はい。では、クリスチャンとは何かということをじゃあ話し合っていきたいと思いますね。クリスチャンというのはもちろん人間ですが、
人間とは何かということから話さなきゃわかりませんね。人間とは何か、人間とは何か、それは進化した、毛が3本生えた猿ではありませんね。猿は猿です。猿は猿です。人間ではありませんね。人間は猿ではありませんね。人間は猿ではありません。人間は、動物ではありません。人間は人間です。人間は人間です。人間は、この神様に似せて作られた存在ね。人間だけが言語を使い、人間だけが思考能力があります。動物はですね、動物はあれですよ、本能で生きてるんです。本能で、本能っていうのは直感とかね、もう本当に条件反射で生きてます。で、人間でも、本能で生きてる人がいるかもしれませんが、人間は本能で生きてはいけません。欲望で生きる人ね、自分勝手な人はある意味で動物ですね。自己中心の人は本能で生きています。本能、食べたい、欲しいね、したい、全部本能で生きている人は動物です。動物ですね。で、人間は動物として作ったんではありません。罪人になったために、本来人間は罪人ではなかったんだけども、アダムとエヴァが罪を犯して、その罪の性質を帯びたために、人間は動物のようになってしまいました。人間は、その本能で生きるようになってしまいましたね。しかし、本来は人間は、動物のように生きるべきではありません。本能に従って生きるべきではありません。欲望に従って生きるべきではありません。人間は本来は神様の言葉に従って生きるように作られています。しかし人間が堕落して罪人になって、神の言葉を聞くことができなくなりました。エデンの園から追放されて、神と断絶して神の言葉を聞けなくなってしまったんです。そしてアダムとエヴァは、そのように本能で生きるようになりました。そして、欲望で生きるようになりました。それがですね、ちょっと熱いですね。それが人間です。人間の悲劇はですね、人間の悲劇は、その理性が麻痺して、罪を犯すようになってしまったということなんですね。そのような人間だからこそ、いろいろな問題が起きて、悲劇が起きて、苦しみがあるわけです。そこで神様は人間を救うために、イエス・キリストを送りました。もう一度神の言葉を与えようとしたんですね。もう一度人間が人間らしくなるために、動物のような人間が、その神の子として生きるために、神様はイエス・キリストを通して神の言葉を与えました。人間が神の言葉を聞くと、イエス・キリストを通して神の言葉を聞くと、人間性が回復し、自己中や本能で生きるような、エゴイストの人間から本来の人間に回復するんです。つまりクリスチャンというのは、動物から回復する本当の人間だということですね。理性を回復し、本能をコントロールし、欲望をコントロールし、理性を持った素晴らしい存在として、回復するのがクリスチャンなんですね。本来の人間に戻る、本来の人間に回復する、それがクリスチャンなんですね。だから、クリスチャンになる前は、ちょっと失礼な言い方だけど、本能で生きている、欲望で生きている、罪で生きている、自己中で生きている、動物のような人間だということですね。かなりこうディスってる感じですね。かなりディスってるような言い方ですけれども、そういう原則ですね。原則。そして、クリスチャンは自分の力で回復したのではありません。イエス・キリストを信じたことによって、
イエス・キリストを信じたことによってイエス・キリストの言葉を聞くようになって、私たちは回復してきたんです。神の言葉を聞かなければ救われません。神の言葉を、聞かないと救われません。クリスチャンは、回復した人間、人間性を取り戻した人間、本来の人間になった人間、失われていた人間が、見出された人間、生きる意味を知った人間、神の子として認められる人間、永遠の命を与えられて永遠の命で生きることができる人間、天国に行くことが許された人間、神の裁きを免れた人間、それがクリスチャン。すごいですよね皆さんね、クリスチャンの定義はすごいですよ皆さんね、単なる、ね、一宗教の一信者ということではありません。クリスチャンというのはものすごいことなんですね。ものすごいことなんです。もう、宗教をはるかに超えていますね。宗教をはるかに超えております。神の子ですよ皆さん。神の子、本来人間は神の子になるべくして作られたけれども、人間が堕落して、悪魔の子になってしまった。悪魔の心を持つような人間になってしまった、神様があまりにも素晴らしいから、神様の言うことを聞かない不従順な不信仰な人間が、あまりにも素晴らしい人間だからこそ悪魔の子になってしまった。悪魔は元天使長だったんですね。天使長っていうのは素晴らしい存在だったんだけど、天使って美しいですよね。だからその天使があまりにも素晴らしいからこそ、天使があまりにも美しいからこそ天使が神に反逆したら悪魔のようになっちゃう、まあ、それと似てるんですが、人間もあまりにも素晴らしいから、人間が悪魔の言うことを聞くと悪魔の子になっちゃうね。悪魔の子になっちゃう。UFO 研究会入ってたんですよ実はね。40年前に UFO 研究会入ってまして、でも40年間全然証拠ないですよね。 UFO の証拠全然ない。まあ、そういうわけでですね、クリスチャンというのは、回復した人間、ね、もう存在が全く違う人間、私にとってキューちゃんも天使のように素晴らしい。ありがとうございます。だから私はキューちゃんの、キューちゃんは天使。はい、ありがとうございます。最近公安がこの放送マークしている公安ね。はい、それじゃあちょっと御言葉からいきましょうね。御言葉大事ですよね。はい、一緒に読みましょうね。一緒に御言葉を読むことによって、真理がわかります。真理がね、ちょっと読めるかな、ちょっとこう読みにくいかな。はい、じゃあ私読みますからね。ちょっと読みにくいね。ではどう言っていますか。8節ね。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。
使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。アメン。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。皆さん、あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。失われた人間を神様は救おうとしてイエス・キリストを送ったんですね。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださって、私たちがイエス・キリストを信じれば私たちの罪は十字架によって許されるんです。これがキリスト教です。これがキリスト教ですね。私たちの罪が、全くこう簡単に許されるのではありません。私たちの罪が、イエス様のものすごい犠牲の中で、ものすごいこの、そうですね、損害と言ったらいいでしょうか、代価が払われたと言ったらいいでしょうか、イエス・キリストがご自身の命を捨てるほどに私たちの罪を許す理由があるんですね。そういうわけで皆さん、クリスチャンというのは、イエス様によって買い取られた、イエス様の血によって買い取られたとも、言います。贖われたとも言いますね。買い取られた奴隷がですね、奴隷がお金で買い取られるように、私たちも罪の奴隷だったんですけど、罪の奴隷からイエス様が買い取ってくれたと言ってもいいんではないでしょうか。皆さん、クリスチャンというのは本当に、誰でもなるべきなんです。罪の奴隷、悪魔の子でいてはいけないんです。動物のままの人間ではいけないんです。人間は誰でもイエス・キリストを通して神の子になれるので、神の子にならなければならないんです。動物のように、死んで殺されていくような存在ではいけないんです。本来人間は、神の子にならなければならないのです。失われていてはいけないんです。神と無関係のまま、断絶のままでいてはいけないんです。すべての人がイエス・キリストを通して、愛されるんです。愛されるんですね。ぜひ皆さんはチャンスがあるんだよ、チャンスがあるんだよ、今は救われるチャンスなんだよ、誰でも救われるチャンスがある。イエス・キリストをただ否定するのではなく肯定すればいいんです。自分の罪を認め悔い改めばいいのです。十字架によって自分の罪が許されるなら許してほしい、自分の罪を許してほしいと素直になればいいのです。ぜひ皆さん、救われるチャンスはそんなにありません。ネットでこのような話を聞くことはなかなかないんです。ぜひ皆さん、今日は救いの日、恵みの時、皆さんが救われる日だと思ってくださいね。救われるというのは、そのすごく本質的なことなんですね。人間にとって本質的なことです。なぜユダは裏切ったんですか。お金が欲しかったんですね。銀貨30枚でイエス様を売ってしまったという、12弟子の一人に選ばれたのに、素晴らしい地位を、ね、受けたのに、12弟子の一人という素晴らしい地位を受けたのに、銀貨30枚で全てのものを失ってしまいました、ね。人間もそうですよ。皆さん、この人生を、素晴らしい神の子という特権をですね、神の子という特権を皆さんは捨ててですね、捨ててお金の方を選んでいるのがこの世ですね。永遠の命や神の子としての地位をですね、この世の快楽や
この世のお金で、そっちの方を選んでるのが人間ですね。ぜひ皆さん、そういう虚しい快楽や虚しいお金に惑わされて、本当に素晴らしい、こと、救いやまた永遠の命を失ってはいけません。皆さんは本当に大事なものを知ってほしいのです。一時的な、時間よりも永遠の命の方がはるかに素晴らしいと思いませんか。天国で永遠の命を受けるならば、これがもうお金では買えられない、ものだということですね。永遠の命はお金では買えられない素晴らしい、ものだということです。はい、それではですね、はい、それじゃあ明石タイムいきましょうね。明石タイム、明石タイム、永遠といってもですね、皆さん、罪の永遠だったらちょっとしんどいですね。罪の永遠だったらしんどいんですが、罪のない永遠、苦痛のない永遠、退屈のない永遠、喜びとか楽しみしかない永遠だったらね、永遠は素晴らしいと思いますよ。地獄は永遠の苦痛ですからね、永遠の苦痛。人間、限りのある命の方が頑張って生きようと思える。なんとなくこう分かりますけども、なんとなく分かりますが、頑張って生きて天国に行く方がいいんじゃないですかね。頑張って生きて地獄行っちゃうんだったら頑張る意味がないけど、頑張って生きて天国に行ったら頑張る意味があるんじゃないかな。あなたの宝のあるところにあなたの心もあります。アメン。僕は天国に行きます。脳内に喜びを感じる癖がついた。油注ぎですね。以前はこの放送をサボってた。今最近来ている。滝行100回で女子中学生が窒息した。あれは除霊とか言うんでしょ。除霊、皆さん、滝行では、除霊ができません。修行では除霊ができません。除霊をするためには、精霊によって除霊ができます。皆さんが、この部屋に来て神の言葉を聞いて油注ぎを受けてると除霊ができてるんですね。皆さんはもうすでに除霊を、体験しているわけですね。体験ね、滝行では除霊できません。なんと、このね、愚かなことをしてるんでしょうかね。イエス様を信じたら他人も信じれるようになりました。はい、それじゃあですね、証、何証がいいかな。何証、クリスチャンになった証、クリスチャンになって、ね、よかった証と言いましょうか。まあ、いつもと変わんないね。はい、じゃあ皆さん、クリスチャンになった証スタート。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と傷がつきます。世界のつながりを感じることができる。イエス様と野原を駆け回る夢を見ました。クリスチャンになって戦争が悪魔の仕業だと気がつきました。そこですよ、そこ、悪魔の仕業なんです、戦争ね。心が落ち着いてきました。対人恐怖症がほとんど軽くなった。わお、よかったですね。見えないものが見えてきました。以前は教会にぼちぼち行ってましたが、クリスチャンになりました。聞こえないものが聞こえてきました。イエス様
と、キューちゃんがニコ生で放送してる夢を見ました。心が軽くなった。イエス様を信じてから悪口を言わなくなった。寺に、お寺に行っても拝まなくなりました。クリスチャンになってお金より大切なものに気づきました。無駄な時間を過ごしていたことが分かりました。自分の宝は天に蓄えなさい。挨拶できるようになりました。快便になりました。墓参りをやめられました。不正飲食やめれました。天国ポイント1000ポイント貯めました。クリスチャンになるのはしんどそうに思ってたけど、クリスチャンになってな、読めなかった。気がつくとこの放送を見るようになりました。風が治りました。生きることは戦うことだということが分かりました。術を捨てました。お彼岸に墓参り行くのをやめました。天国に行けるように努力を始めました。イエスと名前を聞くだけで油注ぎがあります。神社に行かなくなり時間の節約になった。彼女を捨てました。ニコニコ放送やめ見るのをやめました。面倒な近所の葬式参加を拒否できました。キューちゃん、なぜ日本だけキリスト教は広まらないのでしょう。私が知りたい。この放送で天国を信じるようになりました。ありがとうございます。位牌を売りました。位牌売れるの？キリスト教の白人が奴隷戦で黒人を何をしたかご存知ですか？知ってますよ。地獄に落ちると言われ嵐をやめました。悔い改めました。ハレルヤ。女性と普通に話せるようになりました。イエスと言われると手を合わせるようになりました。仏壇を捨てました。イエス様が素晴らしいと気がつきました。キューちゃんの頭の上に輪が見えるようになりました。この放送でイエス様に近づきました。教会に日曜日に行くようになりました。教会に通いたくなりました。カリスマに行ってくださいね。イエス様を信じます。去年のこの放送は楽しかったです。この放送は油注ぎが強いですね。アメン。水道トラブルでも神にすがれば OK です。よく知ってますね。キューちゃん、母親にもイエス様の教えを伝えたら真実を知り泣いて喜んでいました。アメン。素晴らしい。以前ぼっち、今イエス様と一緒、いつも一緒。キューちゃん、夢に出てきました。今日は悪コメがなくて素晴らしいです。自分を許せるようになりました。毎日のキューちゃん放送が楽しみになってきました。ニートでも恥ずかしくなくなりました。そうですよ、そうですよ。最高のアイデンティティですから。
卑下する必要はありません。10年ぶりの光を浴びました。イエス様したら最後は涙ではないということが分かりました。席を譲るようになりました。悪夢を見なくなった。悪霊が出てったんですね。悪霊が出ていくと悪夢を見なくなります。学校の掲示板にこの放送のお知らせを貼りました。ありがとうございます。素晴らしい伝道ですよ。喜びなさい、喜びを踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。イスラエルが好きになりました。イエス様はみんなの隣にいます。履歴書にクリスチャンと書きました。アメン。J に影響されて黄色グッズが増えました。Qちゃんはニートの味方だと知りました。ニート万歳。人生で初めて携帯に着信が来ました。動物と会話が通じるようになりました。牧師になるのが夢になりました。二度と仕事しません。すごい。今書いた履歴書を破り捨てました。一生ニートします。手が震え、夢でイエス様に会いました。夢でキューちゃんが AC の CM に出るのを見ました。履歴書にクリスチャンと書きたくなりました。イエス様は何色の肌をしていたんですか？一応アジア人なんですね、アジア人。イエス様を信じてから病気しなくなりました。ハレルヤ。ちゃんと仕事して信仰結婚すると決めました。ハレルヤ。布教のために仕事を辞めました。ありもしないことで悪行存を言われた時、あなた方は幸いです。いい証がいっぱいですね。アメン。キリスト教を信じてから教会で素晴らしい人たちと出会えるようになりました。イエス様の声が聞こえます。天然ちゃん、お久しぶりです。イエス様のおかげで嘘をつかなくなりました。キューちゃんだからキリスト教が違和感なく愛せます。私も宗教を始めようとかと思いました。神様が見守っていると感じることができました。イエス様が僕を守ってくれています。アメン。お金がなくても幸せを感じれました。ハレルヤ。イエス様に恩返しをする人生にしたいです。素晴らしい。先祖を尊ぶのをやめました。イエス様ってすべての罪をなくしてくれるんですよね。許してくれます。すべての罪を許してくれます。すべての罪を許してくれます。イエス様に人生を捧げたいと思います。素晴らしいね。もう燃えてきましたね皆さん。素晴らしい。皆さん成長してきました。成長してきました。イエス様がいつもそばにいてくれた。だから孤独に勝てた。アメン。素晴らしいですね。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさい。オラキン始めようと思いました。アメン。イエス様のおかげで素晴らしい人間に育ちました。イエス様は絶対で唯一の神であると確信しています。アメン。クリスチャンの彼女と結婚することになりました。イエス様は人を見捨てないということが分かった。クリスチャンの友達ができて毎日幸せです。はい、じゃあ終わりにしましょう。いつも喜んでいていいと分かりました。お酒も飲まない方がいいです。はい、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしいですね。イエス様っていい人だということが分かりました。背景の意味は天国です。今日の放送を見ていたら涙が自然と流れました。油注ぎです。神様が触れてんです。神様が皆さんの心に触れて涙が出ます。癒されます。強くなれます。元気になります。それじゃあファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ。キューちゃんの声を聞くとイエス様が近くにいるような気がします。イエス様がいるんです。イエス様は皆さんと一緒にいるんです。この部屋にいるんです。私たちと共にイエス様がいるんです。神様は生きているんです。神様は存在するんです。十字架で私たちのために亡くなりましたけれども、3日目によみがえってイエス様はイエス・キリストを信じる者と一緒にいるんです。以前は私たちは神から遠く離れていて失われていたものですが、イエス様を信じることによって、イエス様を信じることによって今私たちは神と共にいるのです。もう私たちは孤児ではありません。もう私たちはぼっちではありません。今神様と一緒にいるんです。神様と一緒にいるんです。それが信仰です。それが永遠の命です。それが祝福です。神様から遠く離れていたらば、そこには喜びがありません。平安がありません。愛がありません。希望がありません。イエス様と一緒にいることによって私たちは初めて平安になり、希望があり、祝福されるんです。ですから皆さんは祝福され始めているんです。しかし皆さん、もっともっとです。もっともっと求めてください。こんな僕でもやり直せますか？やり直せます。誰でもやり直せます。いつも喜びます。アメン。イエス様を信じたら生きる意味が分かりました。そうなんです。皆さん、以前は生きる意味が分かんなかったんです。神様から遠く離れていたので、私たちは虚しい心、生きる意味がなかったんです。しかしイエス様と一緒にいると、こんな僕でも人から愛されますか？愛されます。イエス様に愛されているんです。イエス様に愛されているんです。愛されているんです。ですからイエス様の愛を受け取ってください。受け取ってください。愛されているんですから。今までは受け取らなかったから愛が分からなかったんです。知らなかったから愛が分からなかったんです。今受け取ってください。イエス・キリストを信じるということは神の愛を受け取ることです。受け取ってください。受け取ってください。私は人と神に愛される資格がありません。資格がなくてもくれるんです。イエス・キリストは資格がある人を愛しているのではありません。資格のない人を愛している。これが十字架です。十字架というのは資格がある人のために死んだのではありません。資格がない人のために死んだんです。
愛される資格のない人のためにイエス・キリストは死んでくれたんです。だから私は資格がないと言ってる人こそ、私は資格がないと言ってる人こそ資格があるんです。資格があるんです。心配いりません。イエス様は誰でも救いたいのです。誰でも愛したいのです。私はダメだ、そんな資格はない、そんないいこと全然してないんだ。それでいいんです。それでいいんです。自分の罪を認め、自分の弱さを認め、へりくだり悔い改めてる人こそ、悔い改めてる人こそふさわしいんです。ですから皆さん喜んでください。こんな私でも、こんな僕でも救われるのです。救われるのです。皆さんは救われるのです。今救われるのです。イエス・キリストを信じて救われるのです。そして救われることによって人生が変わるのです。そして神の言葉を聞くことによって、神の言葉を聞くことによって私たちは霊的に生きることができるのです。以前は霊的に死んでいました。イエス・キリストの言葉で、イエス・キリストの言葉で霊的に生き返ったんです。以前は死んでいた私たちが今生き返ったんです。こんなダメ人間でも生きていいんですね。そうなんです、生きていいんです。ダメ人間でも生きていいんです。この世は優秀な人間しか認めてくれない世界ですけど、それは悪魔の世界だからです。悪魔の世界は、ね、優秀な人間しか生きてはいけないというような間違った考え方です。神の国は違うんです。神の国は優秀でなければならないということではないんです。弱いままでいいんです。ダメ人間でいいんです。ただただイエス・キリストを受け入れ、イエス・キリストに従うだけでいいんです。僕が生きていていいのか、これからの人生希望が見えました。そうなんです、そうなんです。もうただただイエス・キリストに心を向けて、イエス様救ってください、助けてください、それだけでいいんです。イエス様は喜んで救います。喜んで皆さんの心の中に入って、皆さんに元気をくれます、希望をくれます。ですから皆さん頑張らなくていいんです。自分の力で頑張れと世の中で言うかもしれませんけど、自分の力ではやっていけません、頑張れません。そのような弱い、私たちは弱い人間なんです。本当に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 いいんですか。本当に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 いいんです。本当に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 いいんです。イエス様が救ってくれます。イエス様が喜んで救ってくれます。ありがとう、私は癒された、私は癒された。皆さん癒されました。今晩癒されました。本当に癒されました。イエス・キリストによって救われたんです。イエス・キリストによって救われたんです。喜んでください。これから人生が変わります。喜んでください。失われていた人生が回復し、失われていた自分がイエス様によって見出されたんです。イエス様によって見出されたんです。皆さん、喜びましょう、喜びましょう。本当の人生が始まります。皆さんの今までの人生は失われた人生です。これからは本当の人生です。本当の人生です。ある人と話をする勇気が出ません。イエス様助けてください。勇気がもらえます、勇気がもらえます、力がもらえます。招きをしましょうね、招きをしましょう。皆さん、以前クリスチャンってなんだか分かんなかった、みんな人間はみんな同じだと思っていた。弱いのが当たり前、悪いことするのが当たり前と思ってた。でもイエス・キリストについて聞いたときに、イエス・キリストの言葉を聞いたときに、やっぱりそんな人間はダメなんだ、イエス・キリストの言葉によって、救われなければならないんだ、こんなダメな人間のままで
ダメな人間でもイエス様は作ってくれて、愛してくれて、初めて変わることができるんだ。自分の力では救われない。しかし、イエスキリストに心を向けた途端に、自分の中に力が入ってきた。そのように、本当に人生を変わりたい方、本当に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 、こんな自分でも救ってくれるなら救ってほしいと思う人、自分の力ではやっていけない、神様の力が欲しい、イエス様の力が欲しい、祝福されたい、祝福が欲しい、幸せになりたい、神様に祝福されて幸せになりたいと思う人、本当に自分の力じゃなくて神の力が欲しい人、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。幸せになりたい、祝福が欲しい、自分の力ではなくて本当に神の力が欲しい、神の力が欲しいという人、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。今がチャンスです。救いの時、恵みの時です。アメン。ジェイさんがチャットくれました。キューちゃんこんばんは。イエスキリストはあらゆる人を愛され、あらゆる人を癒され、あらゆる人をお許しになります。イエス様、今悩みのうちにある人をお救いください。今病のうちにある人を癒してください。アメン、アメン、アメン、アメン。皆さんが救われるように祈ります。皆さんが救われるように祈ります。天のお父様、あなたは救い主、あなたは救い主。たくさんの人が救われたいと願っています。彼らの罪を許して、彼らを救ってください。彼らを救ってください。あなたの愛で救ってください。あなたの十字架で救ってください。あなたの十字架で流された血潮によって彼らの罪を清め、彼らを救ってください。彼らの心の中に訪れてください。彼らと共にいてください。あなたの喜びが、あなたの平安が波のように、もう多く多くの祝福が、多くの祝福が波のように訪れますように。イエス様、どうぞ彼らに触れてください。彼らの心の傷を癒してください。彼らの絶望を取り、ネガティブを取り、彼らの嘘を取って、彼らに満ちた喜び、満ちた希望を与えてください。あなたの愛で満たしてください。あなたの愛で満たしてください。満たしてください。今まで感じたことがない、経験したことがない天国の喜びを満たしてください。愛を満たしてください。愛を満たしてください。イエス様、求めてます。上乾いています。リスナーの方々が満たされますように、満たされますように、新しい人生がスタートすることができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。ハレルヤ、アメン。皆さん、皆さん、よかったですね。この救いの確信をしっかり持ってください。今、油注ぎを受けて満たされていると思います。そして、明日、ロシア社なんですが、ネット洗礼式も予定しています。洗礼を受けたい方は、明日いい機会ですから、明日、洗礼を受けに来てください。洗礼を受けることによって信仰をはっきりと、その告白することができます。確信することができます。一人でも多くの人が救われてほしいのです。私も救われて幸せになりました。皆さんも、救われて幸せになるんです。そして皆さんも伝道して、家族が救われるように、友達が救われるように祈ってください。願ってください。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。
おやすみなさい、シャローン、シャローン、シャローン、おやすみなさい、シャローン、アメン、アメン、アメン。ありがとうございました、アメン。アレルヤ。はい、ごまさん、ありがとうございました。また、明日、お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。奇跡が起きている。アメン。良い証ばかりで、勇気と喜びが心に触れます。履歴書にクリスチャンだと私も書きたいです。その気持ちわかります。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。